お笑いタレントの明石家さんまが19日、都内で行われた自身プロデュースのネットフリックスオリジナルドラマ、ジム。アイチルダアホみたいなほんまの話チルダ、7月20日より全世界190カ国で独占配信の完成披露試写会に登壇した。ジミーからアホみたいなほんまの話チルダ、完成披露試写会に登場した明石家さんまさんま初の連続ドラマプロデュースとなる同作は、1980年代の大阪を舞台に、お笑い界のスーパースター、さんまに見出されたジミーが、ありえへん、エピソードを巻き起こしつつ成長していく姿を書いた実話。ジミー役を中尾明慶、さんま役を玉山哲司が務めた。さんまと親交の深い木村拓哉も、芸人 A 役で友情出演。さんまは、俺は失礼やと思って声かけなかったんですけど、向こうからどうしても出た。って言ってくれて、といきさつを明かし、また、佐藤浩市の友情出演にも感謝した。イベントには、さんまのほか、ジミー役の中尾明慶、さんま役の玉山哲司、村上昌司役の尾上博之、ミスター遅れ役の六角巻、つかさ、さんまの運転手、とっさん役の宇野翔平、ジミー大西のマネージャー、高宮京子役の木南晴香、そしてジミー大西も登場。MC は次長課長の河本淳一が務めた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。